はい、皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンクエスト8、冒険していきましょう。はい、ここはね、メダル王女の城ですね。はい、メダル王女の城ですね。で、ここからですね、西の大陸に行ったところに、なんかちょっと名前忘れちゃったけど、町があって、で、ドルマゲス、そこに向かったという情報を得たんで、とりあえずここから西に向かっていきたいと思います。それじゃあやっていくぜ。向かっていくぜ。出ちゃった。これすごいね。ヤンガスとかでさえ30近く28、ダメージ食っちゃうよ。やばいな。そこの西の大陸はかなりきつそうだ。これまずい。これちょっと待てよ、バンに出ないと。これは攻撃じゃ無理っぽくなってきた。やっぱりな。作戦だ。全員命令。よし、これで戦う。まあ、呪文ベギラマか、ギラでいいや。で、まあ、ヤンガスどうすっかな。普通に攻撃でいいか。で、ククールが呪文バギマ、呪文ギラ。西、このここまっすぐだね。ちょっと待って、あ、コレプ夏木場か。あ、違う、西ってこっちだ。ごめんね、こっちだね。ここまっすぐなんだよな。なんか島みたいのあるけど、まあ降りれるところ降りてみましょう。
ちら辺はどうなってんだ。なんか島みたいのあるぞ。でも今ちょっと危険だからやめとこう。うわ、いやー強い、2回攻撃、しかも攻撃力も半端じゃねえな。いかがしたものか。ねえ、ちょっと待ってください。呪文ベホイミーのゼシカ君で防御だこいつ。いやー海っちゃってるわこれ、本当に本当に海っちゃってる。いや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 、ちょっと待ちなはれ、ちょっとあんたメラミ、よし、あー焼きイカ食いたなってきちゃったな。塩焼き美味しいですよね、いかんね。この強さで200か、たまんねえな。ちょっと待ってくれよ。フクールベホイミヤンガスで、またベホイミククルのベホイミの方がいいのかな。ベホイミじゃちょっと心配だからね。よし、これでちょっと海怖い。あ、こうなんだ。右側になんか村みたいの見える。とりあえず右側ちょっと行ってみっか。右ってどっちだ。こっちだね。あの島も気になるんだけど、なんかちょっと待ってね、入れんのかこれ。入れそうだね。まあ下に島あるけど、もうちょっと進んでみよう。このみあの川から入るのかな。入ってみよう。ここで降りれんの？降りる。どこだここ。どここれ。こんなとこあったっけ？とりあえずあの小屋みたいの行ってみっか。ここパルミドのところかな。ちょっと進んでみよう。わけわかんねえ。こんな敵いたかな。強い。いや強い、めっちゃ強い。これこんな攻撃力受けたことない。確実に行ったことない街、ま、あの土地だわこれ。いやどうしよう。とりあえず攻撃で攻撃いやーまた
俺結構レベル上げてるんだけど、またかなりいきなり敵がパワーアップしたな。でなにゃ、ほぼ三撃で終わりだな。359。ああ、こっだけのダメージ食らってうんこだけかよ。それはちょっとなしだぜ。よし、まずはちょっと待て、呪文ヤンガス、あーどうすかな、忍び走り行った方がいいのか、これ弱い、まあ、いけ、弱い敵にしか効かないと思うんだけど、ここレベルちょっと高すぎるなんかいた、やめた、やめた、あれこれどこ行けるか頼むぞ、これで行き止まりはやめろよお前、本当にやめてよ、行ってくれよ、よしよし、よしよし、どここれ、あ、城みたいのある、城に城下町ある、まずあの右の小屋よりあっち行った方がいいわ、左、よし、ね、どこの城とかどこの町とかさっぱりね忘れちゃって、新鮮さが取り戻されておりますね。まあやっぱり面白いですね、そっちね。マジーリンリン君、ちょっと待てよ、これはね呪文言った方がいいな、変なことしてきそうだから、いやいや呼ぶのいいけどお前呼びすぎじゃねえの、おいまあ経験値に変わってもらうけど、おいおいおい、減らして。これ次ヤンガスの真珠波で一気にやった方がいいね、これ大丈夫か、大丈夫でしょうか、呪文ベホイミグール、よし、いけ、よし、おい360か、あ、夜になる前に、夜になったらちょっとね五輪中の道にまっしぐらだ、夜になる前に、でも行くべきとこはここでいいのか、どこだこれ、どれどれ、わしの頭の中にある地図でちょいと調べてみるかの、
なんとここはサザンビークではないか。もうよもやこんな変わり果てた姿でこの国へ来ることになるとは思いもせんかったわい。こんなことになったのもドルマゲスめ、すべてやつのせいじゃ。一刻も早くドルマゲスを倒し元の姿に戻らねばな。こんなことで姫の結婚を台無しにされてたまるか。ここで怒ったのか。とりあえず入ろう。いや、一匹ずつか。なら特に妖精の矢で呪文メラミだ。ちなみちょっと覚えてる。ようこそサザンビークへ。ここはグラビウス王のグラビウス王の治める国です。サザンビークはグラビウス王の前線が続いているからね、これからもどんどん豊かになっていくはずさ。けどいずれチャゴス王子が王位を継いで政治をやるかと思うと先行きが著しく不安だな。チャゴス王子、夜になった。羽帽子なんか強そう。よし、ちょっと強くなるぜ。ヘアバンドね。ヘアバンドだからな、初期装備じゃねえか。ゴリンチュッです。よし。あ、夜間営業してんの？どっこいうちは商売熱心でね。でな、てなわけで買ってってくれ。バトルアックス。いいね。パルチザン。おー、これ防御力上げないといけねえ。ほんといけねえ。銀の髪飾り。おっとっと。これ羽星今もらったんだけど。まあ、羽帽子となんかでね、錬金できたな。まあ一応取っとけ。とりあえずね、防御力上げないとな、これ。ゼシカさっき今、体当たり58ぐらい食らってたからな。逃げ気だぞ、あの。で、ライトシールド。金が足りねえ。で魔法の方位4400。上限する数値が多いのはやっぱりこれか。これかなり上がっちゃうな。28上がるのか。こりゃすげえ上がるわ。で呪文ダメージ20ポイント防ぐ銀製の鎧ね。あー金足りねー。まあ、とりあえずこれ
これ、星シルバーメイル、ククールの ものを売りましょう。ウール、ククール、カブト、指輪、レザーマント、550円か。あ、売れ、まだ足りねえな。袋だ、ちょっとお前違う、盾、まあ石の帽子とですね、なんかもね、ホーリーランス、カーターベルト、テンペラーソード、なんだこれ、え、本当か、俺そういうメッセージに弱いんだよ、ほんと。あー、ホーリーランスだ。よし、石の帽子とかもなんかこう作れたんだよね、錬金でね。まあ今売っとくか。ヘアバンド、これ2個、ちゃ 2個売って、ヘアバンドを1個2個、よし、で鱗の盾やらターバンとかもね、売りましょう。これも2個、よし、よし、で袋、大金槌ね、売れ、で他は、お、レザーマントあるな。鉄の盾、あとは特にないね。そしたらバダ、ククールは、ククールのを買わないといけないんだよね。よし、買う。シルバーメイル、魔法の多い、まあこっちの方、シルバーメイルの方上がるね。でも呪文ダメージが20ポイント防ぐと、あの3分の2に減らす。まあでっかい呪文じゃなかったらこっちの方いいんじゃないか。ククール、はい、装備で、もう一人買えるな。ヤンガスも買っとくか。あ、ヤンガスは装備できない、ピカか。よし、ピカも買っとこう。ピカの、鎧を売る、売る、ピカ、青銅の鎧弱あー、400円足りねえ。ククールヤンガスのターバンはいらない。で、ピカの鋼の剣、鋼の剣もね、買ってもね、使ってねえんだよな。ゼシカ、キトンシールド、キトンシールドいらない。で、買う。シルバーメイル、ピカ、まあこれまたお金自分で貯めて、あれ、ちょっと装備も整えますね。武器も全く弱いからね。とりあえずここはどんな街なんでしょうか。
ダーリンの夢を見て。お前ダーリンか。びっくりしたな、もう。こんな夜更けに何の用ですか？話があるなら昼間に来てください。今日はもう寝るんですから。お前どこ見つめてんの。よし、そしたらどうしようかな。昼間にして、まず王様に挨拶してきますか。この地の北西にベル、お、ここここベルガラックっていうカジノで有名な町があるらしい。あるのらよ。お前俺と一緒でろれつ回ってねえじゃねえか。町があるのらよ。ねえ、これを普通に言えるよ俺。らけど町の目玉であるカジノがいきなり休業しちまったんら。ひっくんひょっこひょっくんのカジノで遊びれな。うん、アホかお前。飲みすぎんなお前。よし。いや、ここの道具屋なんか特別なもん売ってたような気する。なんか買ってたような気するな。あ、閉まってるね。よし、そしたら宿屋に泊まって王様に謁見してきましょう。どうやらここのね、北西に、お前は誰だ。最近城下町で殺人事件が起こらなかったかって。バカ言っちゃいけないよ。クラビウス王の治めるこの国は世界一安置のいい国なんだぜ。そうか。カジノで遊べないベルガラックなんて酒を出さない酒場みたいなもんよね。そうそう、酒で思い出したんだけどさ、ベルガラックの酒場のマスターが職業柄噂に詳しくってね、カジノへ遊びに行った時はよく大当たりするスロットの場所を教えてもらったりしたものよ。おお、何か知りたいことがあるならダメ元でベルガラックの酒場にいるマスターに聞いてみるといいわ。なるほど、いい情報ありがとう。ここなんだ。ここ教会か。ここ教会、教会かな。これくんじゃないけどね、宿屋だったね。俺行きたいのね。この屋敷のご主人様は王宮で大臣を務めているとても偉い方でございます。そうです、そうですか。ならば金目のものがあるはずだ。お前チーズしかねえじゃねえよ。出ちゃったっていうことはだ、宿屋に行こう。宿屋どこだ。一番端っこか。80ゴールドはお前高くねえか。なんだここ、ちょっと待って、ここ80ゴールド分ね、なんかね物色していかないとね。これ
レシピかなんかあるか。何もない。メダルねえかな。おっとメダル。よし。ねえ、盗難完了したところで、王様に謁見してきましょう。バザーの季節になると世界中から商人がやってきて、広場が店でいっぱいになるんだよ。ああここね、ここが店で賑やかになるとこなんだ。よし。いやいやいや、この川とかさ、箸作んの昔ハマってたんですよね。どんなハマり方なのね。着眼点がおかしいだろね。え、どんなガキだったんだよ。いや、あの友達とかとね、あの一緒にね、箸作ってたんですよ、川に。ねえ、こんな川とかでね、箸作ってね、遊んでたの。何が面白かったのかよくわかんないけどね、とりあえずなんか箸作って。申し訳ないが入場は許可できない。城の中に隠れているチャゴス王子が見つかるまで一般人は立ち入り禁止だ。出入り口を封鎖しないと王子に城外へ逃げられる危険性があるのでな。チャゴス、なんか悪さしてんのか、あんとこ。どっから、どうやって入んの、そうしたら。あ、後ろに階段あるぜ。ここは国の式典などで使ったりする建物なのですが、ここを使うような大きな行事が最近ないんですよ。そうなんですか。なんだこれ。レザーマント。この大陸の北西の海に人の住まぬ不毛の大地があるのをご存知ですか。知らない。その大地の中央にある神殿はこの世で最も強く闇の力が集まる場所だとか。それゆえ古来より闇の儀式を行う者は彼の地へと赴くのだそうです。ほう、こんな賑やかな町の近くにそういう怖いところがあるのかい。城に潜入したいんだけど。もしかしてベルガラック先行かんとチャゴスが見つかっていないという設定なのかな。ベルガラック先行かないといけねえのか。
から北西だったよね。これ教会かな。まあ一応あの城の後ろの方をちょっと見てきましょう。ここ入れる道あるかどうか。まあなかったらベルガラック。あ、なんかあるぜ。うん、閉まってる。うん、ベルガラック先のようですね。よし、ベルガラックに向かうぜ。どこだっけ、あの武道家行ってたな。武道家みたいの。もう一度聞きましょう。よいさん見たか。うん、この地の北西にベルガラックというカジノで有名な町があるんだよ。はい、はい、まあとりあえずベルガラックの酒場のマスターにね話してみましょうか。なんか情報詳しいみたいな。なんでね、この城の北西だな。北西といえばあっちか。この橋を渡ってだ。うわ、ここの敵ちょっと怖い。いやー、ここの敵ほんと撲殺重視ですね。攻撃力高い上にバイキルとか。いやー、90、やめてー。これで240しか当たんねえの。いや、厳しいぜ。どうしたものかこれ。どこ行くの？ぐるっと回っていくの？ちょっと怖いよ。いや、結構遠そうだね。とりあえず水沿い行きますか。果たして生きてたどり着けるかどうか。
縦札が。サザンコ、サザンビーク城、ベルガラックはどっちなんだよ。こっちか、北西方面だからね。怖えなこれ。ちょっとちょっとちょっと、ドーム石の斧外す。特に真空波で、呪文バギマ、はいこいつで呪文ベギラマ。94って何や、ピカでさえ94か、すんげえ突進だな。まあここはやった方がいいのか。特に素早いね。やっぱレベルがあるし高いんだね。あ、途中なんか小屋あるぜ。ちっちゃい小屋。このま、あの、道沿いにね。クール狙われてる。クロスボウ。ああ、ククールのあの装備してるやつか。ベホイク。よし。あ、あったあった。これだなきっと。街角を東へ進むとサザンビークだ。サザンビークはクラビウス王の治めるでっけえ王国だぜ。あ、街角じゃない、街道か。西の森の奥に目の見えない老人が住んでいる家がありましてね、つい先日そこに商売しに行ったんですわ。目が見えないとなると買い物の時お釣りをちょろまかされたり
したこともあったんじゃないかって思ったんです。すべての商人が善良な商人ばかりとは限りませんからね。もちろん私はすぐにお釣りを出しましたとも。でもじいさんはこう言ったんです。買い物で釣りをごまかせされたことなど一度もありゃせんよって。いや驚きましたね。もしかして心の中を読まれたのかな。単なる偶然だと思いたいんですが。西の森か。僕らは商いをしながら大陸中を旅しています。必要なものがあればお分けしますよ。おお、なんだね。900円しかないけどいいかね。薬草ぐらいかな。三河市の服、三河市の服を俺取らなかったかな。旅人の服かな。まどろみの剣、切りつけた敵を時々眠らせる。ああいいね、欲しいね。990円しかないけどね。この中入れるの？入れる。なんだお前は。昔手違いで蛇側の鞭をたくさん仕入れちまってさ、案の定売れ残っちまって、で売るために工夫したんだ。錬金で蛇側の鞭をドラゴンテイルに作り変えたのさ。やり方は秘密ね。けどヒントぐらいならいいかな。ドラゴンテイルっていうくらいだから竜の何かを使うんだ。それも2つね。相当後にできそうな錬金術ですね。錬金のレシピ教えてもらったっていうことか。とりあえず、ここ進んでいこう。ベルガナックはまだなの？俺道間違えてんの？もしかして。かなり遠いぞ。とりあえず進め。こんな遠いのか。俺降りるとこ間違えたか。船で。これちょっとお前きついだろ。ピカってこんな攻撃力じゃない、防御力低いの。ていうかここの敵が強すぎるんだな。やばいやばい、やめて。11しか天才だ俺は。よく1残った。生き残ったじゃなくて11残っただよ。なんだこれは。完全に大陸に降りる場所間違えてるね。場所というか、どこにでも、どこにでもはないけど、自由度が高いっていう証拠ですね。とりあえずちょっと遠そうだこれ。せめてもうちょっと敵が弱くなってくれ。ベルガラック多分そんな強くないんでしょう。貼ってるか。どこにベルガラックあるんだよ。
ほんとこれ旅だよ、旅、ほんと旅だよ。お願いだから待ちくれ、待ち待ち。お、なんか闘技場みたいのもある。しかも町あるぞ、もうすぐ町だ。よし、ようやく町らしいのが見えてきたぜ。右か？あれ、あれ城か。うん、町は右だね。よっしゃ、なんだここ、キラーパンサーみたいのいるけど、ここなのか。ベルガラック、ベルガラックってあこか。今城みたいとこがベルガラックなのか。なあ、よく来ただ。ここはキラーパンサーの父、ラパン様のお屋敷だなや。オラはラパン様の家来のカラッチだなや。おめさたちもラパン様に会いに来ただか。はい。なあ、だがしかし、ラパン様は今日もいつものようにお忙しい。誰彼構わずに会うことはできん。よっておめさをラパン様に会わせてええか、オラが面接して判断する。正直な気持ちをオラにぶつけるんだ。最初の遠い雨の夜です。あなたが家路を急いでいると、足元から子猫が、子猫の鳴き声が、鳴き声が。子猫は冷たい雨に濡れています。しかしあなたが一緒に暮らす家族はみんな猫が大の苦手。さてあなたはその子猫をどうしますか。連れて帰って家族を説得する。気づかなかったふりして帰る。雨に濡れない場所に移動する。これだ。なあ、2番目の遠い。あなたはある王様の家来です。今日は王様の狩りに出かけ、王様と狩りに出かけましたが、なかなか獲物が見つかりません。
そんな時、あなたは森の中で罠にかかった虎を発見しました。王様はその虎に気づいていません。さてあなたはどうしますか？虎を生きたまま王様に見せる。虎を殺してから王様に見せる。虎の罠を外して逃がす。んーなー、最後の問い。あなたは旅人です。旅の途中、一頭のキラーパンサーがあなたに襲いかかってきました。あなたはそのキラーパンサーに勝ちました。しかしキラーパンサーは仲間になりたそうにあなたを見ています。さてあなたはどうしますか？相手にせず立ち去る。キラーパンサーを仲間にする。キラーパンサーにとどめを刺す。キラーパンサーを仲間にする。んなー、結果発表。良くも悪くもおめえさは正直者だよ。オラはおめえさのそのメリハリの効いた性格が気に入っただ。んなー、おめえさをラパン様に会わせてやるだ。さあ通るだよ。よっしゃ、ちょっと待ってね。はい、それではね、今回はまあラパンのここお屋敷に来ただけですけどもね、まあ次回はこのラパンのお屋敷をちょっと回りながらラパンさんに会って、目的のね、町かに向かいたいと思います。はい、それじゃあまた次回お会いしましょう。